こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今日はですね、タイトルにもある通り、このレジェンド、スコールズ、ベッカム、プラスペスセレクション、このね、10連をお届けしたいと思います。はい。まあね、確率 3.6% と悪いんですけれどもね、黒玉選手がね、まあ全員結構大当たり。大当たりというほど大当たりではないけど、ファンマタ以外来たらね、まあ、結構いいんじゃないかなと。まあ、スコールズ、ベッカムいるかと言われればちょっと、疑問符がつきますけどね。あとデヘアとかね、すごい欲しいですよね。キーパーのクロドはまだいないですから、うち。イブラ・サンチェス、アザールもいいですね。アザールね、結局去年、昨年、ウィーレ2017ではね、結局来なかったんですよね。欲しいと言っておきながら。で、まあ、このベッカムも、まあまあよし。ね。ロナウジーニョとね、レジェンドの共演みたいなのしてみたいじゃないですか。はい、ということで、まあ結構ね、GP に余裕があるということで、10連、6万 3000GP になるまで引いていきたいと思います。まあ、ね、はい。で、あとはボランチ、マティッチあたり欲しいかな。スティーブン・エンゾンチでもいい。まあ、金玉選手もね、まあ、この、なんて言うんだろう、これを機会にいければなと思います。あとは特に、止まれ回るぐらいかな。欲しいといえば、欲しいというほど、まあ欲しくもないんやけど。OK、引こうか。結構ね、確率悪いガチャですけれどもね、黒が来れば結構いいということで、行きましょう。無理なことに、無謀なことにも挑戦していく。さあ行こう。確率いいガチャばか引いててあかんねん。行こう。行くぞ。さあ、まあまあまあ、走りではだいたいね、このシルバーから入るのがね、普通なんですよね。さあ、キーパーちゃうわ。ミランのユニフォームになってからね、ちょっとキーパーのユニフォームっていうのがあんまり、見分けがつかなくなった。ブルーノ・フェルナンデス、オフェンシブミッドフィールダーか。多分あんまり使いようがないかなっていう感じやけど。うん。まあね、こういう選手でもね、結構なんて言うんだろう、トレーニングコーチにしたらね、結構使えるんでね。トレーニングコーチ使えると言わんか。トレコ。ちなみにトレーニングコーチは、不特定多数、オフェンシブミッドフィールダーやったらオフェンシブミッドフィールダーで一応ね、組み合わせた方がいいですね。の方がね、なんか結構、経験値がね、まあ表示されてるよりも多くの経験値がもらえる場合がありますんでね。まあ結構知ってる人は知ってるの。あ、ビクトル・ラグ・アルディア、スペイン・アラビス。どういうつもりでこのアラビスのチームから選出したんやろうな、このベストセレクションっていうの。この選手、結構昔持ってた気するな。しかし顔がモンタージュということで、はい、まあとりあえずマイクラメンバーには入り追加しておきましょう。さあ次行きましょう。 3.7% か、相変わらず変わらないですね。このままね、銀をね10回引き続けるというね、そういうこともなきにしもあらずです、これね。結果さあ、それだけはでも避けたい。せめて金来てほしいけど、いやー、なかなか来んな。もはやリアクションに困りだしたわ。何やこれ。ボクサーみたいな話。あ、リンガード。JC リンガード。いや、でもあんまり強くないぞ、これ。何歳やったっけ、リンガードって。ちょっと年齢みたい。まあ、結構ね、万有の選手は本当にルカク僕欲しいんですよね。ルカク、オバメ。うん。リンガード、ちょっと強くない。25歳。マイクラメンバーに追加しておきます。いやー、やはりね、辛いけど、引く。さあ、行きましょう。まだまだ分かりません。ここはね、黒が出るかもしれんし。なんかでもしかし、まあ、やっと金が来た。マティッチあたりちょっと連れてきてくれんか。ナイキ、酸っぱい。アフロのお兄さん来たね。上の名前知らんかった。マルアヌ・フェライニ。珍しいんですよね。ポストプレイヤーというね、センターミッドフィルダーでありながら、ポストプレイヤーというプレースタイルがついてるんですよね。この選手ぐらいじゃないんでしょうか。フェライニぐらいちゃうの。あ、でも結構使えそう。めっちゃいいな。いや、いいじゃないですか、アフロと中。はい。いやー、この選手ね、モイズやったっけ。あの監督の名前、僕読んだことないんでね。今初めて読んだ。モイズやったかな。
ともにね、満遊に来たんやけど、まあそのままねずっと満遊でやってるからね。いや身長が194センチとかなり高いです。いいですね、うん、いつぐらいだったかな、ウィレ2015ぐらいかな、めっちゃ疲れてんなこの選手。実は15くらいだったと思うんだけどな、覚えてないな。マイクラブって名前じゃない頃かもしれへん。まあマイクラブメンバー追加しておきます。いやフェラインでも普通に嬉しいですね。さあ、行きましょう。ちなみにね GP 減ってんのはね、オークションに参加してるからね、もともと16番 GP で始まったんだったかな、この動画撮り始めた時。オークションに参加してるんでちょっと GP 減ってます。間違えた。行こう。さあ行きましょう。いやなかなか厳しいな。また金か。まあ、金は金でね、本当に使える選手多い。あ、キーパーだ。今度こそキーパーだぞ。でもキーパーか。あ、誰だこれ。ジョーダン・ピックフォード。ほーん。あれ結構でもなんか強くなりそうなキーパーであるよな。ジョーダン・ピックフォード。ほーん。低弾頭パントキック。これね、このスキルね、キーパーかなりいいですからね。使えますからね。使えるというか、このスキルがあれば、なんか、そのフォワードにね身長がいらないですね。まずゴールキック、ゴールキーパーのキックが、まあ、正確ではないけれども一応ね味方に非常につながりやすいということで、まあとりあえずマイクラメンバーに追加しておきます。さあ行きましょう。もうだいぶ引いたか。まだ全然引いてないですね。6万 GP あと5回引けます。なんかあと5回言うたらね結構引けるみたいな感じやな。なんか今までもそんな引いたっけ。マジで分かれへん。おーダメか。なんかちょっと今ガクガクってなったんやけどダメでしたね。アシェリー・ヤング32歳ですね。おー結構サイドというサイド全てできる選手ですね。一回来たかな、うち放出してしまったかもしれないです。はい、マリーシアという、わなんか可愛らしい顔してますね。目がすごい大きいアシェリー・ヤング。さあ、マイクラメンバーに追加しておきます。うん、さあどんどん行きましょう。あと4回かな、チップで支払う。いやでもなんかね来る気があんませんよな。黒があんまり回ってない。だいたいあいつ繋がってる黒はねだいたい引けないパターンが多いからね。あーまあ金か。オッケーオッケー、まあ、全部銀じゃなくてよかったかな。あー引いてほしいな。誰でしょう。サラサラヘア、エミル・ホルスベリ、ライプツィヒの選手。レフトウィングか。いやあんまり使わんかなこれ多分。いやーライプツィヒでもめっちゃ能力持ってるんで、今回にピンポイントクロスにマリーシアにその他2個のスキル、いや絶対でも使えへんもんな。結局スウェーデン代表にねあれ出ないみたいですね、イブラヒモビッチ。さあまあマイクラメンバーに追加しておきます。いやーこれちょっと10連引くべきじゃなかったか。もうね乗りかかった船やから最後まで行きますけどね。さあ行きましょう。ここでねやはり行け。さあ来たか。あーダメだ全部シルバーじゃないんだね。はい、まっさりアディダスシューズ、アディダスよう見たことある顔してる。ルークショー戻ってきましたルークショー戻ってきちゃったね。はい、レフトサイドバックでもねと僕が持ってた時いつやったかな、結構序盤の方に手に入れたんかな。持ってた時はね多分レベル1やった気がします。ルークショー何これ。ああ、選手情報見ろと、まあ見ときましょう。はい、22歳って結構若いんですね。はいはい、上限レベルなんぼな、一応見せてくれ。62か、結構能力上がるでこれ。さあマイクラメンバーに世界していきましょう。しかしねもうあと3ヶ月ぐらいでねウィレ2018発売ですからね、まあ、そう思うともう結構レベルを上げたりする時間とかはないのかなといった感じですね、うん、ただね例年よりもまだね盛り上がってる方かなとは思いますけどね。ウィレ2018このぐらいになってきたらだいぶかそってますからね本来であれば。さあ、ヤコポ・サーラ、イタリア、サンプドーリア、ボックスとボックス、レフトサイドバックスで縦横無尽か、なかなか珍しい。ヤコポ・サーラ、いやーこのまま何も引けないような感じがビンビンにします。ラスト1球や。 4.0 になった、黒玉が確率 4.0 になった。 4.0 ぐらい引けるっしょ。ラストいきましょう。
やー10連な、この10連じゃなかったかもしれんな。でも行く、行け、頼む頼む、ずれろー、ダメか。いやー散ったよ、散ったよ、華々しく散った。タリスカが来た来た来た。でもタリスカいい選手なんですよ、この選手アルデルソン・タリスカ、オフェンシブミッドフィルダーなんですけど、結構ね、まあ、使えるポジションが多かったんですよ。で、前作前々作とね、まあ、サブぐらいのチームで使ってましたかね。一応センターミッドフィルダーとかの位置で僕は使ってたんですけれども、サイドとかもできたりして、コントロールカーブ持ってますね。うん、はい、ということでね、まあ、10連引いてきましたけどね、やはりというべきか、うん、4.0% ということで結構厳しいガチャでした。いや、こんなことやったらあのフランスのねガチャもっと引いておけばよかったかなそんな気がしてなりません。はい、ここからね黒玉選手って一体誰が当たっていくのかなっていう気がするんですけどね、まあ、黒玉確定ガチャ券とかねもう多分ね配布してくれへんやろうと思いますね。しかもこれ最後のレジェンドちゃうかな、ひょっとしたら。いや待ってよ、なんかあったな、レジェンド、いや、なかったか、あれ、そうですね、あとなんかロベカルが入ってるレジェンドガチャとか来てないですからね。なんかレジェンドが当たりやすい、まあ、レジェンドを詰め合わせしたガチャとかそんなん来てくれたらいいんですけどね。まあもうちょっとねウィーレはねレジェンドとねうまく付き合っていかないとね、もう意味がないですからね。うん、意味がないというか付き合っていかないともうね2019の情報見てたらそんな感じしますね。レジェンドとうまく付き合っていくことか、ウィーレとうまく付き合っていくことみたいな、ちょっと言ってる意味がよくわからないかもしれないですけどねはい、まあレジェンドをね、まあ、ないがしろにはできないなと、もうこれから先ねもうそんな感じはします。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。